スタートの様子2011年のデートナ24時間レースは49回目のデートナ24時間レース。2011年のロレックススポーツカーシリーズの開幕戦として2011年1月29日から1月30日にかけてフロリダ州のデートナインターナショナルスピードウェイで行われた。テレビ放送は スピードチャンネルで14時間の生中継が行われた。デートナプロトタイプのポールポジションはフライングリサード、モータースポーツのヨルグベルグマイスターが獲得した。ポルシェエンジンを搭載した、ライリーテクノロジーズのシャシーで、タイムは1分40秒099であった。GT は、TRG モータースポーツのポルシェ911オーカル、ドミニック・ファーンバッハーが獲得し、 タイムは1分48秒781であった。総合優勝は、デートなプロトタイプのチップガナッシュレーシング、スコット・プルーエット、ミーモ、ロハス、グラハム・レイ・ホール、上位ハンド組で、2位も、同チームのスコット・ディクソン、ダリオ・フランキッティ、ジェイミー・マクマレー、ファン・パブロ・モント・親組であった。この勝利は、プルーエットにとって4回目のデートな24時間の勝利となった。 チップガナッシュレーシングにとっては2010年のデートナ、500、2010年のインディ500、2010年のブリックヤード400に続く4冠となった。小ドライバーのレイホールにとっては、父親のボビーレイホールが1981年に優勝して、以来30年ぶりの勝利となった。GT クラスは TRG モータースポーツ67番車のアンディラリー、スペンサーパンペリー、 ブレンダン・ゴーギャン、ボルフ・ヘンツラー、スティーブン・バーソー組が2位に1周の差をつけて優勝した。テレビ俳優のパトリック・デンプシーは GT カテゴリーにマツダ RX-8 に参加し3位に入賞した。レースでは重大事故は起こらなかったものの早朝にノームが生じおよそ3時間にわたって警告が発せられた。俳優のパトリック・デンプシー 2008年のデートな24時間で GT クラスで3位に入賞したクラス優勝者は太字。ありがとうございます。